た来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 た、うぅー、やった。こんばんは、ポケモンソードシールド5日目やっていきましょう。今日はあまり時間がないということで1時間ぐらいのね配信にしたいなと思ってるんですけども、次のジムまでは難しいと思うので、ワイルドエリアで珍しいポケモン探したり、このね僕のねデスマスをねデスカンにしたいなと思ってるんですよ。あ、ちなみに今日はこれ2016ポケモンワールドチャンピオンシップスの T シャツでございます。いいでしょ。このさ、ヒロシ君はずっとおばさんなんだけどさ、これなんか変えられるのかね。あ、そうだ、昨日ね、ドータくんなったんだ。はい、ドータくん使ってるでしょ。僕、冬とね、耐熱2匹ドータくん作ってたので、挑戦者たちをですね、冬だと1回見せてることによって、あとずっと耐熱で戦ってて、みんな冬だと思ってね、地震打ってこないっていうね、いろいろ考えてやらせてもらってましたよ。耐熱にしすぎるとたまに地震打ってくる人がいるから、その時に冬にね、手のパーティーを見ながらそんなこと考えてやってましたけどもね。メディアでね、こう多岐戦してるね、逆に強みもあったりするんですよね。一回冬見せちゃうとみんな冬だと思ってくれるからね。違うんですよ、ドータ君はそれだけじゃないですよ。2匹育てることなんですよね。どっちか分かんないって常に思わせとかないと。ずるい、ずるくないよ。そこも向こうも考えてくるわけだからさ、逆に言うとどんなパーティーなのかバレちゃってるわけだからね。逆にそっちも利用させてもらってましたよ。あれ、アーマーが出てきちゃってない？うわ、どうしよう。自分のアーマーが、あ、どっちにしろ捕まえられないわ。いや、うちにはね青ガラスがいますから、ここでアーマーガーとか使っちゃうとね、ちょっと今までね一生冒険してきたアーマーガーかわいそすぎるでしょ。山本さんのチャンネルの視聴者の呼び名とか決めてほしいで。何ですかそれ、呼び名なんてあるんですかみんな。いや、弟子でいいよじゃないよ。なんかいるぞ。あー、落雷はいい、落雷がすごいんだから。そう、デスマスどこで進化させるかの話よ。こら、来た、サマヨールだ。来た、かっこいいねサマヨール、めちゃくちゃかっこいいね。ダイマックスサマヨール、めちゃくちゃ強いじゃんサマヨール。さあ今日はね、ちょっとあまり時間がないということで、頑張って僕のデスマスをね、デスカーンにね進化させたいと思ってます。で、僕はネットとか見ないで進めてるので、何をしたら進化できるのか全くわからないでやってます。よく使ってたなサマヨールも。俺のサマヨール強かったんだよ。モデレーターにしてくれ。モデレーター何？そういう用語僕全然わかんないんですけど、モデレーターにしてくれってことはモデレーターに俺はしてないのね。モデレーター、コメントの荒らしとかを消す人です。でもみんなコメント荒らしとかそういうのないでしょ。人格者ばっかりここ集まってますから。僕をトキコレーターにしてください。いや、トキコレーターってなんだよ。トキコはうちの母ちゃんだけど。よし、来たぞ、来い。ななナイス。ダイマックスレベルをマックスにするとダイマックスした時の最大 HP2 倍になります。おお、ポケモンサンデーめっちゃ見てました、ありがとうございます。いやいや、こちらこそポケモンサンデー見てくれてありがとう。デスマス進化させよう。いや、そうなんですよ。どうやったら進化するのか誰か知らないかな。あ、ちょっと待って、ギャラドスいる。ギャラドス、これどうやって出会うの、これどうしたらいいの。釣りするの、ギャラドスするの、ギャラドス、あ、いなくなった。いや、いるいるいる。ギャラドスって釣れるの。おい、おい、ギャラドス、ヘイ。それともこれ波乗りとかで行くってこと。あ、来た来た、おい、おい、ギャラドス、ここだよ。そっちじゃないよ。1000人突破ありがとう。すごいね、1000人いった。あら、皆さんにねこのガラルデスカンをお見せしたい。皆さんにとりあえずね、僕のゴリランダーを見てください。こいつは強かったな昨日。デスマスを先頭にする、累計49ダメージ以上敵の攻撃のみ受ける、砂漠のところの岩のアーチの下を踏む。砂漠のところの岩のアーチ、まずそれ探そう。こっちまで来たけど砂漠なんかないよ。あーん、ラクライだ、ごめんよ。あ、いた、ラクライだ。マップの右上です、ありがとう。口コミのみで進めてますよ。まずデスカーンを戦闘しなきゃいけないね。そんなに時間がないことに気づいた今。これは自然にデスカーンを進化させるの無理だよね。
いやちょっとカビゴンやっぱしぶといな。ボール変えますか。よし、じゃあプレミアボールあげるよ。プレミアボールでもお気に召さないようですね。モンスターボールが一番捕まるっていう俺の中のね統計があるんですよ。ほらほら、モンスターボールが一番捕まるのよ。77ナイスでしょ。ほんとすごいでしょ。親方走って、これのこと、この下を抜ければってことを言ってんの。おお、ぶね、放牧した、怖いよ。明日はねちょっと大阪なので生配信できません。明日お休みとさせてもらいます。明日大阪にポケモン持っていきますか。いや一応やっぱこのみんなに見てもらう上で進めたいから一人でまだやらないですよ。どこ砂漠って、ここか、これ砂漠だよね、ここ砂漠だよね、ここだ。あ、この間まさかこれ、ここ。じゃあ49ダメージ受けてくるね。誰か49ダメージください。これ誰、ヒポポタスから、ヒポポタスで49ダメージいくかな。いやここヒポポタスだらけじゃん。いいよ、一回ちょっとこれで1500人突破、ななナイス。あ、ちょうどいいかも、こんぐらいがちょうどいいかも。はいはい、いや違うんだよ。ダメージをもらわなきゃダメだっつってんだから。ヒポポタスさんよ、吠えるなよ、何をしてくれてんだ。あ、いいね、バンバドルぐらいね。空気読むヒポポタスじゃないんだよ、空気読んでないだろどう考えても。12時までにデスカーにするっつってんだから。これ49ダメージをもらっといて交代するのありなんかな。あ、バカ、うわ、え、これで逃げていいの、逃げていいのこれ、逃げていい、耐えたからもう逃げていいのね。オッケーオッケー、逃げよう、よしよし、来た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 、ヘイ冬ね、上手だな、逃げていい。あ、偽に突破した、オッケーオッケー。じゃあこれでいいのね、これでさっきのとこね、いい、オッケー、行くよ、でかいアーチこれだよね。じゃあ行こう、行け、なんだなんだ、何にも起きてない、これどういうこと。はい、行け、何いいね、何いいね、何これ、違う、何これねえ、どうした、違うアーチ、違うアーチかよ、あれか、これじゃない、この下じゃない、ここ、来た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 、うー、やった、うわなんだこれ、うーわすげー、デスバーン、デスカーンじゃないんだ、うーわーすげー、なんだよこいつ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。なるほど、壁画みたいになってんだ、めちゃくちゃいいね、デスバーン超お気に入り、ななナイス。ちょっとやったやったぞ。結構このデスバーンの進化系見てない人多いんじゃないんですかね、一つの達成感が自分の中ですごいあります。 ありがとう、拍手してくれてるね、ななナイス、これですよ。うわよかったね、戦ってデスバーン使ってみよう。岩パレスかな、これあれみたいね、なんかアニメのあの CM 行く時のクイズみたいね。あ、岩パレス。もうかっこいいじゃん。よし、じゃあみんなに見せてあげよう、デスバーンのダイマックス。さあダイマックスのデスバーンはどんな感じ。うわあ、かっこいいじゃん。いや誰コイキング出してるの、水タイプだからさ相性いいけど。うわめっちゃかっこいい。カウンター狙ってた、そうなんす、カウンター狙ってた。チームのレベルがなんかバラバラだよね。いやーあああ
った。ナイス。よし。はい。というわけで無事5日目デスマスをデスバーンに進化させることができました。ありがとうございます。皆様のね仕込みのおかげでね進化させることができました。皆様のおかげでございます。ありがとうございました。そして明日はですね一日お休みをいただきまして、明後日配信の方やらせていただきたいと思います。というわけで皆さん1時間のお付き合いでしたけども、どうもありがとうございました。また明後日お会いしましょう。バイバイ。